どうも皆さんごきげんよう、ハンクと申します。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですねこちらでございます。レオン&エリーゼインファナルをヘクトル一人で攻略していこうと思います。まあね、短期攻略してる人っていうのはまあ結構いるんですけども、なぜかねこの今回レオン&エリーゼワンターンクリアしてる人っていうのが意外と少ないんですよね。まあ意外と少ない理由っていうのはなんとなくわかるんですけどもね、まあそういうこともねまあ説明しながらやっていこうと思います。では行きましょう、レディゴー。はい、やっていきましょう。今回はですねちょっと説明しやすいように自軍パーティーの必要なスキルだけ、つけてきましたんでご紹介いたします。まずハーディンです。いいだろう、何もいりませんマッパでいいです。はい、次アメリア、重装の行軍だけあれば十分です。はい、ベルギウス、これだけちょっと説明しようか。はい、まずぶちかまし、これ絶対いります。で、これですね、守備魔防の、連帯さん、連携さんですね。はい、でこちら、獣人のコブ、これね2つ重要でございます。はい、ノイツが相手だ。ヘクトルこんな感じになっております。これがねないとおそらくね一旦で攻略できなかったんですよね。まあポールアクス必須でしたね今回。で遠距離反撃、まあ、これは元から持ってますね。で疾風陣雷、ここは別にいらないですね。はい、で攻撃体系いる、速さの支援いる、そしてね攻撃力をねちょっと上げないとダメなんですよね。まあそれも説明しながらやっていきましょう。では動いていきましょうか。はい、まずねゼルギウスで、ヘクトルぶちかまします。はい、そうするとね、守備魔防の、連携さんのおかげでフルバフかかります。はい、で、ちょっと軽く敵の紹介します。意外とねこいつやばいんですよ。何がやばいって守備高いんですよね。で、HP が、57と、まあ、意外と飛行のくせにあって、これをね、1ターンで倒さないといけないんですよ。っていうことは、1回のダメージに29与えないと倒せないんですよ。29、29で58になります。はい、そして厄介なのがこいつ。こいつの、C スキル。守備の大紋章を持ってますんで、こいつの、守備がね42まで上がるんですよね。で1回のダメージ通そうと思ったら29と42足した時に71必要なんですよ。はい、71の攻撃力そんな火力出せるかっていう話なんですけど、分かったぜ、いたわ、ここにいたわ71 はい、強引にね攻撃力上げてますんで71まで上がります。はい、まあねポールアクス、これ武器連成したらねもうちょっと上がるんですけどね、今回これ何も武器連成してません。とっとと行くぜ。はい、こんな感じです。29、29の、58通せるということなんでワンパンです。叩いていきましょう。うさ耳ついてるそらよ、ちょっと人様に見せれるような被り物ではなかったけど、まあいいでしょう。はい、疾風陣雷ついてます。もう一回動けます。はい、で、まあこいつですね、こいつやばい、強いから、普通の武器ではねこいつワンパンできなかったんですよ。そして俺は今ポールアクスを持っている。はい、こんな感じです。殴りましょう。ワンパンできた、かっこいい、モーションがやばいですよね。はい、そしてね速さの支援、C スキルで持ってますんでね、こちら遅いですね。23、20、28、20、はい、そしてヘクトルがなぜか速いからね、もうこの中ではね。はい、33ありますけど、厄介なのがこいつなんですよね。こいつの、A スキルかな、速さ守備の絆、これね28追撃圏内なんですけど、こっからまださらに5上がるんでね、結局速さが33同士になるんですよね。でエリーゼワンパンしないといけない、余裕やろ。これ何持ってると思うはい、こんな感じですね。そらよ、まあグラビティもういらんわね。
一旦で終わるから移動制限されたところでって感じやけど、はい、もうこっからはね消化試合ですね。これダメージやばいですからね、これ、はい、奥義出てないですからね、はい、117いいっすね、はい、まあね、こいつも弱い。そらよ、こいつはどっちかというとね、補助役のランスドラゴンだなっていう感じでしたね。はい、最後に弓兵ですね。勇者持ってるんで攻撃力低いんですね、うん、ダメージは通らない。はい、最後はかっこよく決まったっていう感じです。いやね、これね、攻撃力はね71ないとまず話にならんかったんですよね。まあこの組み合わせでね、そしてねやっぱりねヘクトル遅いから速さの支援これなかったら、ダメでしたね。ちょっとね早急にね、あの剣族匠から奪ってきましたね。そしてこれジェロームもうねかなりレアなやつから取ってきたんでね、ちょっと心が痛かったんですけどね。まあそんなに心は痛まんかったけど、まあヘクトルがね強くなるっていうことならね、もう何でも惜しみなく、入れますよ。はい、ではね最後に動画のオチでも作ろうか。はい、あのねまだ俺このガチャのね、キャラ一体も持ってないんですよね。オーブね100何個使ったんやけどね、140個かな120個か知らんけど、今何が欲しいかって言ったらね、あの無属性のマリアベル、なんとなくあいつが欲しい。まあ俺単発で引いて出してね、もうこの動画終了させましょう。はい、まあまずは煙やね、煙、まあ間違いなく出るやろね。今のなし、今のなし。まあここで出るやろう。まあ最近ね、あの日頃の行いがいいから、はい、お願いします。なんでやんねん。